江藤洋介町「社会的なものの歴史」という本を今学期のゼミでは取り上げるということですけども学生通信の専門のゼミではないのでここからですね社会学の歴史というのを自分なりにですね皆さんが受け取って受け止めて自分のその社会学をどういうふうにこう組み立てていくかとその えーまあ、ヒントにしていただきたいという意味で、えー、この本を取り上げています。でも,もちろんこれ全部私が講義するわけではなくて、えー、1章と2章についてのみ、えー、私の、まあ、要約とそれからあコメントですね、えー、ということです。であのこの本はもう非常に素晴らしい本だと <laughs> だから取り上げるんですけれども、えーまあ、一方あの 私から見て、えっ、ー、とあれと思うところもあってですね、あのこう,こうも読めるんじゃないか、あるいはこう,こういうところはどうなんだろうかというところも、えー、述べていく。えー、なんですが、あのそれを吊るし上げるためにやっているのではなくて、えー、むしろこの本から学びたいというふうに思っているわけです。でえー、思考の習慣としての社会、と、まあ、第一章のお一節ですね。であの サッチャー首相、まあ、1980年代にイギリスの総理大臣だった人が、まああの、有名な言葉ですけど、社会などというものはありません。これはあの本文でも訳が書いてありますけど、私流の訳で、えー、これはまああの雑誌のインタビューに答えたあの言葉ですので、口、ま、語、あ、で訳した方がいいと思うんですが、えー、いいですかと、社会などというものはありません。一人一人の男と女、そして家族があるだけですと。で、その場合の社会という言葉で、 えー、サッチャー首相が何を言おうとしてたんだろうかということをあの高等先生はおっしゃっていて、まあ、あの普通の意味での社会人々の共同生活一般としての社会ということであれば社会などというものがないなどということはないわけで社会はあるんですけれども、えーまあ、そうじゃなくて、えーまあ、現代人の思考の習慣の中で存在し続けてきた社会これはまああの後ほど、えー、説明がありますけども社会的なものと。 あるその、まあ、社会連帯に近いような言葉として、えー、そのあ社会のある特定のあり方がその望ましいものと、えー、そういう、えー、中身を含んだそのザ・ソーシャルですねル・ソシル、えー、というような意味での社会ということであれば それさサッチャー首相はそれはそんなものはない,ないというかですねなくすべきだという意味で言ったんだろうとで。むしろ社会学者というか社会学の立場から言うとそのあの社会一般ではなくてそのル・ソシアールという社会的なものというのがその社会学者が研究対象としてきたものだしかつその社会学することを通じて形成してきたものであるというのがまあ あの高藤先生の理解ということですね。で、その起点となっているのは1848年革命だということですね。まあ、あのフランスが出発点ですけど、ヨーロッパ全体に及んだ革命であると。で、トクビルが、まあ、その政府の組織、それまではその政治学というかですね、政府の組織を研究する。えー、だけどそ、それだけでは済まない。 えー、もっとその社会自体を成り立たせている、えー、普遍の法則があるのじゃないかと、えー、それをこう明らかにして、その社会自体を、えー、手に入れようというか、ですねそ,のそこを、えー、改革しないとダメなんじゃないかと、えーまあ、それを含めて、まあ、その社会主義的な関心というふうに言っているということですね。 でまあ、社会学と社会主義というのが、まあ、あの同じ1848年、えー、からこう始まっているというかですね、そのえー、共同歩調、えー、をこう進めてきたというところと、しかし社会学は社会主義と同じであっては、あのアイデンティティが <laughs> 成り立たないので、その住み分けという部分もあ,あると。 でその区別をどうするか、えー、どこで、えー、あの分岐するのかということを見極めるというのも、この社会学士、江藤先生の社会学士の、えー、ポイントだというふうに著者は述べていました。まあ、その政治的な見かけの背後にあるその真相構造を明らかにしたい、これはまあ、社会学的な関心ですよね、えー。見かけではなくて、その背景にあるものが、えー、知りたい。 本当のメカニズムが知りたいということですね。でまあもっとしかし実践的にはその革命を起こしたいと、その革命の、えー、火山の,その爆発の元になるそのマグマっていうのはどの辺にあるんだろうかという、そ,それは社会主義的な関心。で、あのもちろんそ,それをその社会主義的、そういう意味での革命を目指すような関心をその社会学者が、全ての社会学者がその。 えー、共有してるわけではないわけですけどもまああの何てうんですかね、えー、集合の図で重なりがあったんだということですね19世紀の、えー、半ば以降まあその社会問題という言葉とかあるいは社会運動あるいは社会政策、えー、社会的なものだから社会っていう言葉が単にこう人がたくさんいて、えー、共同で成り立ってる社会というだけではないあるその、えー なんてていいうかニュアンスを帯びているわけですね、えー、社会社会というのはこう,こうあるべきもの本来こうあるべきなのにそうなってないのが社会問題だ、えー、でその社会問題をどう解決していこうかっていうところで社会運動とか社会政策っていうものが生まれてくるということだからその社会という言葉がそういう特殊な意味で使われていると。 で社会学という場合にもそういう意味での社会なんだということを高藤先生は強調していたかと思います。でまあ,あの本文にも書いてありましたけども社会学という言葉だけで言えばその1839年にそのコントが、えー、ソシオロジーという言葉を、えー、提案してるんですけどもそこはあまりこう重視しないと、えー、いうことのようです。 でまあ、あのフランス革命というのがあの決定的に重要なんだと、えー、いうことですね。でフランス革命というのはその約束不履行だったんだつまり自由平等博愛っていっても、えーそのまあ、実現されない、えー、ことですね特に平等ということで、えー、そ,のそれが規範として建前としてはこう唱えられたけれども現実にはそれは実行されない。 えー、その実行されなかった感がですね、えー、本来社会というのは、えー、人々のメンバーの間のこう平等ということであるはずなのに、えー、現実にはそうなってないということで、えー、そのフランス革命のその規範というかですねやあの果たされなかった約束を想像力の源としてその目前の現実がその社会問題であると。 だから不平等とか格差とかあっても別にそれ自然現象、えー、普通じゃないっていうふうに思っちゃえばそれは別に問題でも何でもないんだけども、えー、本来その平等であるべきあるいは本来自由であるべきっていうその規範的な意識があるからこそ目の前の現実が問題として意識されるあるいは問題として構成される、えー、ということですね。まあ、平等の理想、えーまあ 規範ですねこうあるべき、えー、で一方ではしかしあのフランス革命はその、えー、所有権というものも認めているわけで、えーまあ、所有ということを認めればそれは不平等になるわけですね。えー、もうちょっと広く言えばその民主主義というのはこう一人一票だけれども資本主義というのはこう、えー、お金を持ってる人と持ってない人でこう不平等があると、えー。だからあの自由と平等の間には、まあ、根本的なこう矛盾があると。 その矛盾をどう,こう調整していくかというかつなぎ止めていくかということがこう近代社会の課題になるわけですけれどもまあそ,ういうそれもこれもですねそのフランス革命で自由平等って言わなければあの別に問題でも何でもなかったんですけれどもえそれがこう問題として捉えられるようになったとそれがまあ社会的なものということであるとで一方その日本をはじめとしたその後発国では そのむしろそのフランスやそのヨーロッパの経験を、まあ、その事実として経験する前にですね本で輸入して、えー、社会問題というのが彼の地にはあるらしいというようなことであそうか社会っていうことがあるんだと <laughs> いうことを、えー、むしろ本を通じてこう知るわけですね。で,で振り返ってみると、えー、我が国日本には、えー、そういう意味での社会とか社会問題っていうのは ちゃんと意識されてるだろうかあるだだろろううかかあ、えー、社会ってものがないじゃないか、えー、というようなことがあの逆にその社会とか社会問題を形作る、えー、こうきっかけになっているとなぜ日本には、えー、労働運動がないのかとかあるいは弱いのかとかですねなぜ日本には市民社会が、えー、まあ今ないとは言,言えないと思いますけどもまあそう弱体なのかというような問題 意識というのは、まあ、典型的な後発国の問題の立て方だと思うわけですけどもそのようにしてその日本でも社会とか社会問題とかっていうことがこう意識されるようになっていったと。で、えー、科学による問題社会問題の解決と、まあ、これはその19世紀なのでその科学ということが非常にこう えー、信頼されていいるというかですね、えーまあ、物理学、化学を中心にその科学の発展、近代の科学ということにこう何の疑問もなかった時代ですね。えー、なので社、社会の問題も、えー、科学の力を通じて解決できるんじゃないかと、えー。運動とか思想ではなくて、科学が問題を解決するという信仰、まあ、ですね。で、まあ、その社会の科学をこう打ち立てなきゃいけない。 まあその期待されたのはその統計学とかですねそういうところが出発点なわけですけれどもでその中でその1872年にそのドイツでその社会政策学会フェラインフュール・ソチェル・ポリティックというのがこう、えー、創立されるとでまあ,あの他の国でもいろんなそういう団体があるわけですけど代表的な、えー、ものはそのドイツの社会政策学会。 でまあ、その代表的な人物はシュモラ、えーまあワグナー、シュモラブレンターノなんていうのが有名だったわけですけども、シュモラーっていうのが一番その会長さんみたいな、えー、役の人で、えーまあ、ドイツ帝国の将来は知識階級の,その社会問題理解にかかってるんだと、えー、つまり社会問題、えーそのまあ、格差問題ですね、えー、そういうものをちゃんとこう的確に認識して、えー、しかも、 対応を打たないと、えー、まあ革命が起こってしまうぞと、えー、いうことですね。で日本もそれの真似をしてですねドイツに留学した学者たち、まあ、代表はあ金井ルという、えー、東大の先生ですけども、えー、その仲間の人たちがその1896年頃からまあ活動を始めて1897年に社会政策学会という名前の 学会を作ったわけですねで、まあ、これはあの途中で中断もあるわけですけども現在もえ一応続いていて私もその会員なわけです。で、まあ、社会的なものの学としての社会学ということで、えー、繰り返しですけど社会学の研究対象とする社会というのは社会一般ではなくて社会問題を噴出させる根源としての社会だと。 だからあるそう,そういう見方でのその固有の、えー、観点、えー、ビューポイントですねとその関連する限りでの社会をこう切り取って研究するんだと。でしかし一方最後のところでです一章の最後のところでその著者はですね、えー、研究対象とその分析装置というのは相互にこう規定し合う関係にあると。えー、そのの研究対象のイメージが変われば えー、その分析の仕方分析装置もお変わってくるだろうし、えー、一方その分析装置、まあ、理論とか方法が変わってくれば研究対象どういう部分をこう切り取って研究するかっていうのもこう変わってくるだろうとだから今言ったその社会の捉え方、えー、そ,のそういうふうに研究するのが社会学だという、えー、あり方も、まあ、固定的なものではなくてですね、えー、あの変わってくる可能性が あるということをまあ、著者は認めているわけです。一生のとこについてですねあの私からコメントをすればまあ、あの大筋で非常に賛成というかですねあ社会学ってあのそういう社会的なものを研究する学問なんだっていうのはあの同意。 したいという感じが非常にするんですけどしかしイチャモンをつけるとするとということですね一、えー、番目は、まあ、そのトクビルの言葉にあったようにその政府とか制度ではなくて社会それ自体にこう、えー、注目するという、まあ、で社会学はそこからそ,そういうところから出発してるので、まあ、社会が好きなんですねで政府とか制度とかはまあそれは法律のことだから 法学部に任せとけばいいいみたいなそういう社会学者が多いわけですけど私はそれはちょっと違和感があって、えーまあ、人間生活にその影響を及ぼしてるわけですね政府の組織とか制度とか法律っていうのが。で、まあ、そういうことをこう研究するという課題をこう忘れがちなんじゃないかと。で国家や制度が社会を作り出してるという側面もあるので、まあ、もちろん逆の えー、方向の矢印もあるわけですけれども、えー、その国家や制度の効果っていうのを見落とす傾向があるそれは問題だというふうに思っています。で2番目はそのさっきから言ってるその社会的なるものですね「ザソ,シアソーシャル」えー「ルソシアル」ですね、えー、社会問題社会連帯社会的なものそういうある規範性を帯びた社会。 えー、そういう関心から社会を研究する、えー、ということにあのでそれが社会学なんだという著者の構想に大賛成なんですけど、まあ、すしかし全ての社会学者が、えー、そういうふうに思ってるかどうかですね、えー、で思わなくてもいいんじゃないかと、えー、むしろその人が集まって社会を形成しているとその様をネットワークがどう広がってるかとかですねそういうことを、えー、捉える社会学も あってもいいわけですね別にネットワーク理論はあの社会の平等とかですね社会連帯とか社会的なものとかそういう関心で研究しなくったって研究できるわけですから、えー、別の社会学の構想もあり得るんじゃないかと。でまあ同じようなことですけど3番目としてそのこの本は非常にこうあの好,好感な本で、えー、社会学士、えー、非常にあの 深く研究してあって、ここから学ぶところは非常に大,大きいわけですけれども、社会学士の目次をこのように構成したのは著者であって、あの客観的にこれがザ・社会学士であるわけではないと、えー、いうことですね。えー、あの著者の捉え方であると、えーで。だから著者が社会学をこのように構成する。だから今後、社会学はこういう方向に進んでいってほしいというん。 願いも込めてですね過去の、えー、歴史を振り返るとこんだけのこう遺産がこういうふうにありますよということを示しているので、えー、その構成の在り方に従う必要はないわけですね。もちろんヒントを得てほしいですけれども何らかのインスピレーションを 得ららられれたら素晴らしいんですけれども別にいやこ,これは違うと私の社会学はそうじゃないと <laughs> いうことはあってもいいわけで、えー、自分なりの社会学史を構成して自ら引き受けることが大事だとあのしかし全然歴史と関係ない今までのその180年間まあ別に、えー、視点を ギリシャにとってもいいわけですし中国の古典にとってもいいわけなんだけども今までの,その社会学的なさまざまな歩みと全く無関係にですね自分はこれに興味があってこれを研究するだけとかっていうと、まあ、それはそれでうまくいけばいいんですけれどあのちょっと深みに欠けるというかですね、えー、批判するにしても、えー、過去の,あの先人たちのこうあの 学的な営み、えー、と自分とどういう関係があるのかなってことをこう反省的にこう、えー、考えてみるということは、えー、自分の研究をこうより豊かなものにしていく、えー、チャンスになると思いますね。で2章が、まあ、その階級の在りかとしての社会ということで。 えー、社会問題の構成、まあ、これもあの繰り返しがになりますけども、まあ、社会問題のイメージの核心は、貧困とモラルなんだと、えーまあ、経済的なことと道徳的なことと、両方入ってると。でなぜ、その両者が一体の問題として認識されていたのかというと、それはその階級という言葉で、この2つの問題がつながっているんだと。 社会をこう階級によって構成されるものというふうにして捉えたのが、まあ、その19世紀の,、えー、その出発点なんだと社会学のですね。でテニステニスっていうのは、まあえー、まあデュルケム・ウェーバー・ジンメルと並んで、えー、社会学のまあ 実質を作った人なわけですけどもまあデュルケム・ウェーバーに比べるとちょっと忘れられがちというかですね、えー、代表作はゲマインシャフトとゲゼルシャフトですけどあんまり今そんなに丁寧に読む人はいないわけですけど、えー、この本では、えー、それとは違う本を、えー、取り上げて、えー、社会問題について、えー、テニスがこう書いてるとでよう、えー、すると社会問題っていうのはまあ 経済的、政治的、文化的にこう疎遠な、えー、階級の間に、えー、その平和的な共同生活をこう営むにはあど,どうしたらいいかと、えー、そういう問題なんだと。だからその 階級ほっとくと階級対立階級闘争ですねこれはまあマルクスの線ですけれどもでそれをこう平和的にこう維持する社会秩序というものが、えー、どうしたら可能になるのか、えー、だから、まあ、あの多元化することだとだからあの経済的対立イコール政治的対立イコール文化的対立とその、えー、階級の、えー、裂け目が えー、その一致してしまうと、えー、全然こう話が通じなくなってしまうと、えー。だからその経済的には対立するけども政治的には重なるところがあるとかあるいは文化的には重なるところがあると、えー、いうようなことでこう、えー、多元化していくと、えー、まあ、対立があっても共存することができるんじゃないかみたいな。 まあ要するに、天ニスというのはマルクスからかなりヒントを得ているわけだけど、あの革命とか起こってもらうと困るまあより保守的な立場から、えー、その階級ということについて考えていたわけですね。でまあ、エンゲルスですね、エンゲルスと社会的なものと。エンゲルスはもちろんマルクスの友達ですけども、えー、あのこれは。 あのこの本にも引用されてましたけどランドル・コリンズの「えー、社会学史という本で、えー、書いてあるんですが、まあ、マルクスっていうのは、まあ、理論家というかですね、えー、哲学者なわけですね、えー、むしろそのエンゲルスの方が社会学者で、えー、そのエンゲルスがそのマルクスの友達だったので、えー、マルクスがよりこう何て言うんですかね経済学哲学じゃなくて経済学、えー、まあ 社会学と言ってもいいですけども、えー、そっちの方にこう引っ張ってきたと、えー、エンゲルスの功績なんだと。であの1冊ぐらいは読んで、えー、いただきたいというかですねそのエンゲルスの,そのイギリスにおける労働者階級の状態、まあ、これあの岩波文庫だと上下2巻になってますけれども、えー、その本はその産業革命当時の,そのイギリスの、えー、ロンドンとマンチェスターのその えー、労働者階級の状態ということですね。そのどういうその社会問題がこ起こっていたのかというそのルポルタージュのようなあ本ですね。で、えーまあ、社会運動の土台としての土台、えー、としての,その社労働者階級の貧困を研究したと。でそのさまざまなその、えー、問題ですねあのスラムの問題とかですねあるいはその工場で、えー、その、えー 安全衛生が徹底してないので、どんどん労働者が死ぬとかですね、そういうさまざまな、えー、ことが起こる、事件が起こる、それが単にその個人の問題、個人の不幸、えー、なんではなくて、その原因としてその社会、えー、というものがあるんだと。えー、で、エンゲルスの言葉はですね、社会的殺人ということが言われるんですけども、えー、そういうあの原因は社会にあるんだと。とだから、その社会を変えなきゃいけないというような。 まあ今でもある考え方ですね。その個人ではなくてそ、のその社会のメカニズムを捉えて、それをどう変えていくかということを考えるという、そういうまあ社会学の考え方の,そのまあ出発点になった考え方ですね。で個人の関係ではなくて、それをその階級間の関係というふうに見ると、そのようなものとして見ることで、 労働者一人一人人ののめめさを初、えー、て、えー、その面積に把握できるとでその単にこうたまたま自分が雇われている会社の社長さんが意地悪だからだめなのではなくてそのこの社会全体の構造の中で、えー、その労働者というのはその、えー、ブルジョアジーの奴隷になっているとそういう、えー、捉え方ですね。 でまあ、そういう階級モデルあの、現実というよりはですねその、その社会の現実を階級っていうモデルで見ようという、そ,そういう見るとえいろいろ見えてくるっていうことがこう発見されたわけですね。それはちょうどその、まあ、生物学における遺伝子の二重らせんモデルのようなものであると。えー、その不可視の存在、見えないものをその見えるようにすると。 でそのことによってその社会問題のその過去、現在、未来がこう説明できるようになる、えー、そういうモデルとして階級というものが、えー、発見されたとで。階級がより集まって、えー、社会を構成すると、えー、そういう理解ですね。えー、であのつまり、えー、より金持ちの人とですね、金持ち、金を持ってない人とかですね、持たざる者と持てる者がいると、えー、いうことですね。でそれは別にあの 自然現象のようにですね、あのあそういうあの金持ちの人と貧乏の人がいるんだっていうふうに見るだけだったら別に普通なわけですけども、えー、先ほどのフランス革命がありますから、平等の理念に照らして、えー、おかしいじゃないかと、えー才。才というのは、例えば男性と女性、えー、というまあ、異なる人がいるってい、あるいはあの黒人と白人でもいいんですけども。そ、えー、それがしかしかの 待遇が違うじゃないかそれおかしいえ本来同じに扱われるべきなのに男女差別があるとかっていうとこれはその異がその差別として告発されるあるいはあのそのそ同僚の誰それは給料こんだけもらってるのに、えー、自分はこんだけしかもらえないとかこれはあの不平等じゃないかまあ不平等と格差っていうのですねだからあの え不平等は関連はしてるんですけど微妙に違ってえ差異はこうそれぞれ種類が違うところのそのカテゴリー間の差別であるのに対して格差っていうのはまあこうあのなんていうんですかねこう同じものとしてこう並んでる中でこうより多くもらう人と少なくもらう人がいて不平等じゃないかとえでそれをこう是正していくべきだと。 いうようなことが社会問題となってくるというわけですね。で一方シュタインっていうのはこれはまあ,あのドイツの学者で、えーまあ、より保守的といえば保守的ですけどもあの例えば日本で明治時代にですね伊藤博文という、えー、政治家がいましたけども、えー、シュタインのもとにこう、えー、留学というか出張してですね日本の えー、憲法をどういうふうに作ったらいいかっていうのことを相談したような相手ですね。でまあシュタインによればその資源の有限性があその階級の不平等を生むんだと。で、えー、しかしそのあのまあ、エンゲルスとかマルクスの考えたようなその、えー 社会運動ですね、無産者に自由と平等を求める社会運動というのは、その利己的なので、えー、結局、その社会問題を解決できないんだと。むしろその国家が、えー、その上からですね、えー、その調停をすると、えー。国家こそが人々の人格的完成を可能にするんだとで。上からの革命というのは、まあそのプロイセン、ドイツの,その社会的王国と。 えー、いうことに対応する理論であると、まあ社会さっきの、えー、社会政策学会みたいな考え方と、えー、神話的なんですね。 国家っていうのをまずどう捉えるかっていうのが人によって意見が違って、えー、マルクスとかだったら、えー、国家っていうのはまあ単にその金持ちのブルジョワジーのえー利害を代表してえーやってるに過ぎないと法律とか言っても議会とか言っても結局その金持ちが得になることを言ってるだけだっていうのがそのマルクスの国家理解ですけど、えー、シュタインとかに言わせるといやいやあの単にその支配階級の えー、利害を代表してるというだけではなくて、えー、その錯綜するその経済的利害をこう上からこう調停する、まあ、自立性を持つと、国家自体がその存続のために、えー、利害対立をですねむしろこう調停する、えー、仲直りさせると、えー、そういう、えー、機能を持ってるんだと。でこういうい考え方っていうのはあの、まあ あの割と最近の、もっと最近のですねあの国家理論の中でもあって、まあ、プーランタスミリバンド論争というのがあるんですけど、つまり国家というのは単にその支配階級の道具なんじゃないかという人、まあ、それはミリバンドですけども、えー、いや、そうじゃなくて、もっとその相対的にはその自立性があるんだというようなことを言った、それプーランタスですね。えー、っていうようよな、えー こととも関係してるかなこれは書いてありませんけども、そんなことですね。社会政策学と経済学の間というので、社会政策学会というのは国家に社会問題の解決を期待すると。社会政策というのは社会をターゲットとする政治なんだと。一方、社会問題の解決を社会に求めるのが社会主義だ。社会学は後者と、社会主義とむしろ共通していると。 この辺はちょっと私はあの意見が違うところですね。あの、私はあの社会学者でもあるんですけど、社会政策学者でもあるので、えー、別に社会運動とか <laughs> 社会主義に期待するよりは、むしろ社会政策に期待した方がいいんじゃないかというふうに思っているわけです。だから国家っていうことを社会学はあの嫌う人が多いんですけども、そういう必要は全くないというふうに思っています。 あこれはもう後ほどのコメントのところでもうちょっと言います。で、あの経済学でその方法論争というのがあって、えー、まあそのワグナーじゃない、シュモラーとウ、えー、ェーバーとかですね、えー、メンガー、まあ、シュモラーっていうのは、まあ、当時、どうですかね、50歳とか <laughs> 60歳とかぐらいですかね。あの メンガーとかウェーバーっていうのは、まあ、当時、えー、30歳ぐらいだからもうなんかそ、そのぐらいの感じで若者対、えー、高齢者の対立みたいな、えー、ところもあったわけですけどもそういうその論争があったわけですね。で、その方法論争を通じてその経済学が純粋化する、えー、つまり、えー、より理論的に聖地になっていくし、えー、それからあのよりその政治から独立して、えー、学問としてこう専門文化していったと。 いうことで,す、ね、で社会学も、まあ、その経済学の、えー、に習ってですね専門家を進めたんだと、えー、で一方その経済学はその純市,市場の理論としてですねその数理モデルなどを使って、えーまあ、近代経済学になっていくと、えー、です、まあ、社会学はその部分は経済学に任せて、えー、社会的なものに関する純粋理論に、えー、自己限定していったんだとそういう理解 なんですけど、うん、そうなのかなっていうのはこ,この第5節に関してはかなり疑問がありますその社会政策学についての、えー、理解あるいは方法論争についての理解は、えー、私とかなり違っていますまあ、それはコメントで まあ著者はその、まあ、この論争をですねかなり誤解してるんじゃないかそれはそのシュンペーターのですね岩波,文岩波文庫でその経済学史という本があってそれに主に意見をしてるので、えー、ちょっと違うんじゃないかで論争は2つあるんですねあの関連はしてるんですけども、えー、価値判断論争と、えー、それはシュモラー対ベーバーシュモラーは、えー、まあ あの社会政策学派なので、えー、上から目線なんですね。で国家の立場から、えー、その国民が社会がこうなんていうか団結できるようにですね、えー、対立を避けてですねどうしたらこう、えー、なんていうか社会というものが可能になるのか、えー、そのためにはその、えー、労働者をどういうふうに助けたらいいのかってことを考えるのが、えー 社会政策だと、まあ、倫理主義ですね。まあ、今で言えばその社会哲学とかあるいは政治哲学に近いような側面を持ってるわけですね。あの例えばロールズとかサンデルとかですね。そのまあ、ロールズじゃなくてどっちかっていうとそのコミュニタリアンですね。あのサンデルに近いような、えー、考え方を持ってた人ですね。だからあの科学者である前に、まあえー、哲学政治哲学者というか。 えー、という側面があるでそれに対してベーバーはあのいやそういうなんかあのうんちく道徳を説いてる、えー、場合じゃないともっと科学的にやってくれとだから価値自由、えー、だからそれとは全然逆の立場から、えー、研究を進めることだってできるじゃないかと何かこうあのお説教でですね道徳であの学問をやった気になっていてはいけないもっと科学的にやってくれと、えー、そういう考え方。 で一方方法論争というのは、そのシュモラーがその歴史を重視する、えーで。歴史っていうのはあの、今言ってる歴史とちょっと違うんですね。あのもっとこう、なんていうか、事実の細部をこう、えー、調べてです、ね、調査をして、えー、研究することが出発点であって、えー、あで一方、メンガーというその若者世代の代表は、当時のです、ねえー、理論を重視する。あのなるべくこう 数学で表せるようなところは数学で表してその物理学に学んでですね何か法則を見,見出すべきだというようなことを言ったんですね。でシュモラーに言わせるとそれは社会のこう複雑性を十分こう、えー、捉えられないと、えー、いうことですね。もっとあのいずれもう遠い将来にはそういうなんか社会の法則もあの見出せるかもしれないけど、えー、まずはその 現実の、えー、細かいところをですね事実をを調査してみないと、えー、いけないいいいとととけんんだということを言ったんですねであの著者とかあるいはそのシュンペーターの経済学習を見るとこれ全部シュモラーが負けてウェーバーとメンガーが勝ったみたいに思っているようなんですが私はちょっと違うと思っていて、えー、むしろそのシュモラーの考え方っていうのは別にそんなに間違っていないというかですねあの、まあ、どっちも 重要というかですねあのそういうところがあるというふうに思っています。で2番目にその、まあ、社会の,その科学的な分析が必要、えーまあ、そのウェーバーのいうその価値自由ですねその何かこう道徳から解くんじゃなくてまずその事実を見なきゃいけないでその出発点としての、えー、観点をどこに取るかというのはそ,のそれぞれの、えー、社会科学者に 任されていると、えー、そういう考えは非常に重要ですね。えー、でまあそれその方法として歴史を取るか理論を取るかは別としてその科学的な分析が必要っていうのはあの社会学でもその通りなんですがその問題解決をですね国家に期待するのをやめて社会にのみ期待するというのは社会学のなんか独断というか <laughs> あの思い込みというか。えー それは別に科学的でも何でもないわけですね。えー、なんか社会が大事とか、社,社会学者はその社会を研究するのでしてるので、社会がなんか素晴らしくて、国家はあんまり素晴らしくないように勘違いしてるんじゃないかと思われるところがあって、えー、むしろ社会学もその例えば格差を是正したいんだったら、えー、その格差を是正するための国家はどういう政策が取れるのかとかですね、そういうことを研究すべきなんで、えー、社会学だからといって、社会だけ。 しか研究しちゃダメっていうふうに決まってるわけではないというのが私の意見です。まあ、3番目も同じようなことですけど、国家はまあ法学部に任しとこうと、<laughs> から市場は経済学部に任しとこうとで、それを除いた社会だけが、えー、社会学の,あの研究対象であるというようなふうに考えるとですね、社会などという、その国家と市場を除くと社会っていうのは残りかすに過ぎなくなってしまうんですね。えー、だから社会学がそういうふういふに こう自己限定変な自己限定をする必要は全くないというのが私の意見で、えー、断固反対で <laughs>、えー、むしろシュ,シュタインとかですね社会政策学派とともにですね国家と社会の関係を捉えたい、えー、そういう社会学もあってもいいんではないかというふうに考えています、まあ、そうは言ってもですねあの別にこの本の捉え方がうん あの私と意見が違うというだけであのあの完全に間違ってるというわけでもないんですけどもそういう捉え方もあるでしょうが、えー、それとは別の社会学を構想することもできるんではないかと、えー、いうことを思っているわけです。